皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。過去最多の56人が立候補した東京都知事選、7月7日投開票、は23日、告示後初の選挙サンデー、を迎え、各候補者はあいにくの雨の中、街頭で熱弁を振るった。序盤戦の動きを追うと、各陣営の戦略や狙いが見えてきた。一目でわかる、都知事選の立候補者数と歴代知事。 国示日の20日は出発式を行っただけで都庁に戻った現職の小池百合子候補714月の衆院東京15区補選で一部の政治団体から演説妨害に遭ったことを理由に挙げたが現職らしく公務優先の姿勢を貫き確実に支持を固める思惑もある公務は都庁に籠もるだけでなく現場視察に重点を置く 同行するメディアを通じて、2期8年の実績や今後取り組みたい施策をアピールする狙いが透けて見える。街頭演説は週末が中心で、23日は奥多摩町のダムを視察後、JR 奥多摩駅前など2か所で演説。2019年の台風19号の被害に触れ、都民の命と暮らしを守ると訴えた。 小池候補を自主支援する自民党や公明党は裏方に徹する。23日も応援でマイクを握ったのは、地元選出の自民議員でなく地元の首長だけ。自民党連幹部は、表には出ないが、各種団体に支援を呼びかけていると明かし、公明関係者は、都議を中心に地方議員が支持層固めにフル回転していると話す。一方、全参院議員の連邦候補。 56は、繁華街での街頭演説に力を入れる。喉を痛めないよう、1日1、2箇所のペースだが、本人が話す時間を多く取っている。演説は告示直前に離党した立憲民主党が仕切る。反自民の姿勢を強調し、21日には萩生田光一。 自民党連会長の地元の八王子市で、自民派閥の政治資金規正法違反事件を批判した。ただ、支援を受ける共産党の露出は抑え気味だ。陣営関係者は、差配色が強いと無党派層に敬遠されると明かす。23日の錦糸町駅前、墨田区での演説には、共産の吉良子参院議員を応援弁士に迎え、 自民と一緒に都知事を目指す人には絶対に勝ちたいと訴えたが今回の選挙戦で共産議員と並んだのは初めてだったこうした陣営の事情に共産側も理解を示すある共産関係者は党所属の議員がそれぞれ駅頭などで連邦候補への支持を呼びかけている党公認候補以上の活動量だと話した石丸氏は SNS で活動拡散 玉上氏は保守層を取り込み、街頭で最も精力的に動くのは、広島県秋田方島妹市長の石丸新次候補41だ。毎日朝から夜まで30分刻みで演説場所を移動し、支持を訴えている。狙いは知名度アップで、自己紹介や政治姿勢に多くの時間を割く。学生街や下町などターゲットを明確に絞り、 23日はお年寄りに人気の菅も地蔵通り商店街、豊島区で、既存の政党に属さない人間が東京の知事になれば政治が変わると訴えた。ボランティア約5000人が SNS を駆使して、活動ぶりを拡散しているといい、今後の演説では具体的な政策の比重も高める方針だ。元航空幕僚長の田茂上俊夫候補、75は、 保守層の取り込みに余念がない国示日には靖国神社千代田区を参拝してから選挙戦をスタートさせ古巣の防衛省前でも演説したその後も保守系団体の関係者らが街頭演説に駆けつけて応援のマイクを握っている一方原宿や池袋など若者が集まる繁華街では若者向けの政策を強調し 政治への関心が低い層の掘り起こしにも力を入れる23日は住みたい街として人気の吉祥寺駅前武蔵野市で若い人たちの実質所得が増えるようにしたいと演説その後は商店街を練り歩き記念撮影に応じていたどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう